はい、どうも皆さんこんにちは、七雄です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。内容は数三の、積分法極限ですね。数三なんですけれども、まあこれ問題は数研一級からの問題を引用しています。数研一級の問題は基本的には大学教養の問題なんですけれども、まあ高校数三までの内容も、入っていたりします。まあこれは数三までで解けるような問題なんですね。なので、まあ、入試問題としてもまあ使えるかなと思っています。それでは問題解いていきましょう。まず A がインテグラル0から1までの1たす x 分の1の dx と、で A を求めようとありますので、これまあ普通に積分すればいいわけですね。なので1たす x 積分すればログの括弧1たす x ですよね、の0から1までなので、1代入してログ2マイナスログ1ですから、0ですので、ログ2、これが答えですね、という形になります。で括弧2番、 an が、1マイナス2分の1たす3分の1たす点点のマイナス1の n マイナス1乗かける n 分の1という交代級数ですね。まあ、これよく知られてますよね。ログ2に収束するっていう、まあ、3番にそれがあるんですけれども、まあこれであることを示せっていうんですが、もともと an は交代級数ではなくてこういうふうに定義があるわけですね。でこれがその今交代級数の式になっているってことを示せっていう、そういう問題ですね。なのでまあ機能法でいきたいと思います。2番は機能法ですね。で n イコール1の時から示します。a1 はこれ定義から0から1までの1たす x 分の、n イコール1代入すれば1マイナスマイナス x ですね。だから1たす x dx で、これ約分されちゃって1ですよね。dx ということで1で、これで成立ということですね。で n イコール k の時を仮定して、で n イコール k たす1の時を考えると k たす1ですね。これが、まあ、0から1までの定義から1たす x 分の、1マイナス、マイナス x の k たす1乗ですね、 dx と。っていうわけですけれども、まあ、この積分ak を用いなきゃいけないので、無理やり ak を挟んであげます。つまり0から1までの1プラス x の1マイナス、マイナス x の k 乗ですね。でプラス1マイナスマイナス x の k 乗を、マイナスマイナス k の k たす1乗と、こんな風に、挟んであげます。でこれ挟んだ理由はもちろんそのここの部分で AK を作りたいからですね。でとりあえず後ろの部分はちょっと置いといて、まあ、前の方で AK を作ると、まあこれ AK になりますよね、最初の部分。で後ろはどうかっていうと、これマイナス x を形状でくくると、1プラスx のマイナス x の1乗が残るので1プラス x になるんですよね。ということでここちょうど約分ができるんですよね。同じものが出てくるので約分ができちゃって、で、結局 ak たす、0から1までのマイナス x の形状の、dx となります。ということでまあこれ普通に積分ができて ak たす、インテグラルの、マイナス1の形状はちょっと外に出して x の形状を積分すればいいので k たす1分の 1x の k たす1乗ですね、分けて積分すると、そうすると ak たす、1を代入すればマイナス1の形状の k たす1分の1と、ということで、n イコール k の時も、まあ、ak はね、機能法の仮定によって、結局1マイナス2分の1たす3分の1たす
多数点点点マイナス1の k マイナス1乗かける k 分の1となっているので、それにマイナス1の k 乗と k プラス1分の1が足されて、n イコール k プラス1の時にも成立と。ということですね。これで2番が終わりました。で、3番は、この条件がログ2になるってことを示せっていうわけですけれども、まあ、せっかくこの2番で、これを示したんですけれども、まあ、この交代数列の極限がログ2になるっていう証明に思えますよね。で、それを積分経由で証明せよっていうことだと思います。まあ、そういうふうに判断すべきですよね。だから、何を示すかっていうと、結局3番は、an-a ですね。a はログ2ですけど、これを、積分の形に直します。だから0から1までの1プラス x 分の an は、1マイナス、マイナス x の、n 乗 dx だったんですよね。それから、a はログ2ですけど、これも0から1までの1プラス x 分の1の dx だったわけですね。こう。で、中の積分をこう計算すると、絶対値0から1までの、まあ1がちょうど引けて、1プラス x 分のマイナス x の n 乗 dx と絶対値になりますよね。で、一般にその絶対値は中に入れられるんで、ね、中に入れると大きくなりますよね。0から1までの絶対値の1たす x 分の、マイナス x の n 乗の絶対値の dx と。ここで使ってるのは、一般にこの、a から b までのfx の dx の絶対値は、a から b までの fx の絶対値の積分ってことですね。これを使ってます。で、元に戻ると、絶対値を中に入れたら、結局マイナス x の n 乗のところが、まあ、まあ、0から1までの積分なので、結局分母のところは変わらず1たす x 分の1になるんですが、マイナス x の絶対値、これがマイナス x の絶対値の n 乗になって、まあ、x の n 乗になるっていうわけですね。これね。0から1までの1たす x の x の n 乗の dx になると。いうわけですね。で、分母は1たす x で0から1までですから、1プラス x があると、1よりも、ちっちゃくなっちゃうんですよ。だから、まあ、1たす x 分の1というのは、1以下ですよね。なので、これ取っちゃった方がいいわけです。取ったらもっとでかくなるわけです。だから0から1までの x の n 乗 dx と。これで上から抑えられて、まあこれ計算すれば、n たす1分の1の x の n たす1乗の0から1までなので n たす1になると。ということですね。で、an-a がこれで抑えられる。で、n 無限大にすればこれ0に行くということで、an は a に収束するつまり、ログ2になるということが証明がされました、まあ、結局言いたいのはその定義式の式がログ2に収束するということではなくて結局この、無限級数が1マイナス2分の1プラス3分の1マイナス4分の1とラプリンス級数って言うんでしたね。この和が、ログ2になるとの証明だということですね。これを題材にしている、証明だということです。まあこの証明っていうのはあのー
別の方法があって、まあ、この積分によるよらない方法があります。例えば区分矯正なんかでもちょっと式を変形してね、n たす1から 2n、 n たす1分の1からこの式を変形して 2n たす n 分の1までの和に等しいんですね、この式ってね。でこれがその区分矯正によってまあ、n 分の1のシグマの1たす n 分の k の1で k イコール1から n で、まあ、インテグラルの0から1までの1たす x 分の1の dx ということでログになるということで、証明することもできます。まあ、ここの部分のね変形については、今ここではちょっとやりませんけれども、そんなに難しくない式変形で、証明することができますということで、交代級数の証明ですね。これ絶対収束しない、条件収束する級数としてすごく有名なやつですね。それがログ2に収束するというそういう題材でした。数件一級らしい問題と言えると思います。まあ受験生はこういうのね、まあこう数三だけじゃなくてね、もちろん大学教の教養の方をメインにねやらなきゃいけないかなと思うんですけれども、こういう問題も抜かりなくやってください。はい、本日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。